あれです、タカカウフォールズ、タカカウ滝というそうです。でね、この目の前、ちょうどね今車止めたところの目の前がね、こういう川真っ白なんですけれども、こうなんかね土を踏んでるのかな、あの泥を踏んでるんですかね、山から流れてくる川すごいですよね。ちょっと見てみましょうか。こんな感じでね、真っ白の水なんですよね、すごい。で今からね、あの滝のギリギリのところまで行けるということなので、ちょっと行ってみたいと思います。もっともっと前まで行けるようですね。なんかね、ちょっともうここから水しぶきが感じられてるので、もしかしたらびちょびちょになるかもしれないんですが、もうちょっと先まで行ってみたいと思います。すごい水の量、雨降ったわけでもないのにな、雨降ったのかな、すごいですね、激流、濁流、ガレージから5分ぐらい歩いたところなんですけど、なんかねちょっとすれ違う人がびしょびしょな、びしょ濡れなんですけどね、大丈夫かな、そんな近くまで行けるもんなんでしょうか。あーすごい虹が、水しぶきとともに虹が出てきましたね。うわー風も強い、すごいな。さあ滝の目の前までやってきました。もうちょっと滝まで行けるみたいなんですけど、一旦、退散します。で、ここね今目の前滝があるので、真下まで行けるんだと思うんですけども、ちょっとこの影からね何か撮ってみたいと思います。こっちから行こう。後ろにある高カウホールですね、真っ赤まで行けるんですけど、風と水しぶきがすごすぎて、ちょっとね、ギリギリまでやってしまいました。水着とかでね、着ていなかったんで、あまりないこと言うと、びしょびしょになってしまいます。機会があったらね、ぜひ一度、ここも来てみてください。すごい、絶景ですので、また滝のね真下までちょっと風がすごい、吹き下ろしてますけども、すごい綺麗な滝です。一度機会があったら、バーフに訪れる機会があったらね、ここも来てみて、ください。それではね、この後またいろんな動画アップしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ご視聴どうもありがとうございました。それではまた。バイ。